マイラッキーチャーム。皆さんこんばんは。はい、皆さんこんばんは。今日も楽しくマイラッキーチャームお届けしたいと思います。いよいよ2月になりました。2月の1日、古い言葉だとキサラギなんて言いますよね。キサラギ、これは何でかっていうと服をねより、まあ、重ねる、はい、着る、うん、だからキサラギ、そのぐらい寒いという感じですね。英語ではフェブラリー、競馬ではフェブラリーステークスなんていうのもありますけどもね。ああ発音が違いますね。ネイティブ発音じゃないですか、ひとみちゃんね。フェブラリー、いや、はい。もう毎日毎日ね、もう寒い、服を着まくりな季節でございますけども、はい、でもね、うん、沖縄の方ではプロ野球のキャンプも始まりましたよ、うん、ひとみちゃん。そうですね。まあ、日本とは言ってもね、いろいろ暖かいところから寒いところまで差がありますけど、うん、もう南の方はね、うん、もう20度ぐらいあったりするんですね、うん、やっぱりこういう時沖縄いいですね。沖縄いいですね。寒い時は沖縄いいな、暖かいですもんね。急春なんていう感じでね、はい、野球の方は一足早く春になってますけども、まあ、WBC とか大きな大会も近づいてますけど、ひとみちゃん今年の日本のプロ野球界、はい、ひとみちゃんが応援する阪神タイガース、はい、楽天イーグルスね、その他、はい、いかがでしょうかね展望としては。そうですね、やはり言っていいんでしょうか。あ、もうここまで言ったらみんな、ね、ここでやめますと言われても、ね、困っちゃうと思うので、はい、阪神が優勝するのではないかなと。阪神が優勝すると江中ひとみの大予想でございます。では根拠をお願いします。根拠、はいはい、根拠はですね、うん、やはりですね、うん、好きだからです。あ、なるほどね。いわゆる根拠はないわけですよね。ないんですね、何もない、まあ、うちの子が一番可愛い、その目が大きいとか鼻が高いとかという根拠ではなくて、 ね、うちの子だからという理由なんですよね。でもね、聞いてくださるリスナーの方々にはね、まあ、12球団それぞれ、ね、応援する球団がありますからね。ドラゴンズもありね、皆さん今が一番楽しいんじゃないでしょうかね。シーズンが始まってしまうと、うん、あ、勝った負けた、誰々が怪我をしたとかいろいろね、うんうんうん、憂鬱な気分になったりとか、うんうんうん、一喜一憂しますけど、今はねもうとにかくやってれば紅白戦とかですからね、どっちが勝っても無駄にチームとか感じなので、これは今年はこのピッチャーいいなとか、こういろんな川残業できますしね、うんうんうん、そうですね、今夢がどんどん膨らむ。そうですね、でどの球団もねやっぱり仲間ですからね。まあ、プロ野球全体を、野球を愛するという気持ちにはね、同じ変わりがないと思いますのでね。中日もヤクルトも巨人もね、うん、楽天もみんな同じですね。
まあ、阪神タイガースもね、宜野座というところでキャンプをしております、はい、ひとみちゃんはね、残波の夕日という沖縄の歌もありますけれどもね、はい、そうです、これはあの沖縄のツアーの時に歌わせていただいてますね、はい、はい、また今年も4月沖縄に行く予定でございます。詳細が分かりましたらまたね、はい、ご案内したいと思います。場合によってはまあ11月になってしまうかもしれませんけども、まあ行くと。そしてなんと、まだまだ寒い北海道なんですけれども、はい、5月ぐらいっていうのはいいんじゃないですか。5月北海道はいいですね。5月の北海道、風香る5月ですよ。いいですね、新緑の頃ですけどね、はい、5月になるとひとみちゃん北海道ツアーが決定いたしました。5月20日の土曜日と21日の日曜日、2日間で3公演ございます、はい、3公演頑張ります。皆さん、はい、20日の土曜日は小樽です。小樽です。小樽ありがとうというところでね、でライブハウスで、こちらのライブハウスは大変有名なライブハウスで、はい、永井竜雲さんとか香川亮さんとか、はい、高田渡さん、そして、蒼井照彦の名曲あなただけを作曲した猫の常富さんとかね、うん、そういう方が、今の君はピカピカに光っての斉藤哲夫さんとかも、うん、ライブツアーで行ってるというところで、はい、歌わせていただきます。サックスのナサさんと2人の、ね、ジョイントライブを行います。はい、頑張ってきますね皆さん。で翌21日は、はい、午後1時から3時の間、札幌のお祭り、はい、大変有名な、もう何十万人という方がお見えになるライラック祭りで、江中ひとみが歌います。歌います。そして夜はですね、ライブハウスラジオ&レコーズで、やはりこの日もナサさんと一緒にライブを行います。はい、3公演頑張ってきますね皆さん。北海道行ったら何したいですか。北海道に行ったら温泉に浸かりたい。温泉ありますかね、その辺にね。探していきましょうか、温泉ね。そういう温泉行きですね。まあラーメンとかスープカレーとか美味しいものもいっぱいありますからね。そうですね。ひとみちゃん、なんか今お腹空いてきましたね、きっとね。なんとなくそんな気がしたんですけどね。いや、お腹いっぱいです。お腹いっぱいですか。はい、はい、まあそうですよね。はい、ひとみちゃんいっぱい食べるってことは誰にも内緒にしておきたいと思いますけれども、じゃあここでお便りが一通来ておりますのでお届けしたいと思います。はい、はい、はい、ラジオネームバレンティンさん。バレンティンさん、はい、外国の方でしょうかね。中国の方でしょうか。中国、今ねお正月なの、新節あ、そうかもしれないとかなんかありますよ ね、新節かもしれないですね、うん、はい、長森社長、ひとみん、こんばんは。こんばんは。いつもラジオ楽しく聞いております。はい、今年も1年頑張って素敵なラジオを作ってください。はい、っていうことです。ありがとうございます。温かいメッセージ、バレンティンさんありがとうございます。これね、なんか聞いてくれる人がいるからありがたいわけで、誰も聞いてないと独り言っていう感じですもんね。2人の単なる会話ですからね。そうです、聞いてくださるって嬉しいです、はい、反応があるといいですよ ね、あの皆さん聞いてくださってるんですね。ありがたいですよね。はい、で、まあ、あの夜の11時半からの番組なんで、まあ、あの職種によっては早く寝ちゃうよっていう人は翌日のね、うん、17時30分から17時30分から翌日再放送をやってるんで、再放送もなんかね、はい、結構聞いてる人いるんですよね。 ありがたいです。2回聞いてくれる人もいます。2回聞くとね、ちょっと2回目内容が変わるんじゃないかと思ってね、皆さんこう聞き耳を立てちゃうんですけど、基本的には同じことを言うんですよね。そうなんですね。仮に放送事故があったとしても、その間に修正はできないという。そうなんです。放送禁止用語言ってもピーとはならないかもしれないですね。そうですね、はい、明日の17時30分、うん、再放送ぜひぜひ見逃した方は聞いてくれると嬉しいです。やっぱこうなんか時間帯が違うとね、こう深夜に聞いてるのと、うん、まあ、夕方ぐらいに聞いてるんだと、まあ、こう気分も違いますよね。そうですね、なんかね、違いますよね、うん、今この時間だともうね、だいぶこう眠くなっちゃったなとか、明日は何しようかなとか、いろんなこと考えながら皆さんお聞きいただいてるんだと思いますけど、お風呂に入ったり、明日木曜か、肉体労働だなとか、なんかそんなこと考えてるんですかね。明日早出だなとかね、うん、早く寝なきゃなとかね、皆さん本当お仕事、まあ、そんな時間帯にね起きて聞いていただいてまして、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に、じゃあここで、はい、江中ひとみちゃんから皆様に、はい、超とびっきりの謎々をお出ししたいと思います。今日の謎々は難しめ、優しめ、優しめ、優しい謎々です、はい、はい、でお願いします。はい、玉を打ち返すのがとっても得意な虫は何でしょう。玉を打ち返すのが得意な虫は何でしょうか。
はい、下田ディレクターそしてラジオの前の皆様考えてみてください。はい、ではここで今日も一曲お届けしましょう。ちょうどね、昨年の2月でございました。ひとみちゃんの師匠でございます、松鶴家千歳師匠、残念ながらね、84歳お亡くなりになってしまいました。師匠を今日は忍びまして、そうですね、千歳&ひとみ、ひとみちゃんとのユニットのデビュー曲、はいはい、CH 列車で行こう、聞いてください。はい、皆様、夢と希望の CH 列車にご乗車いただき誠にありがとうございます。運転手は千歳、車掌はひとみでございます。皆様、この列車はどこに行くかわかるかな。わかんねえだろうな。パラダイスにお連れいたしますよ。それでは電波進行。千歳師匠、電波ではなくて出発ですよ。あ、ひとみちゃん、そうか、出発進行。でも心配、話をしてね。生きるってことは映画みたいなもの。最後は必ずハッピーエンド。毎日奇跡が生まれる。小さな喜び大事にしよう。雲の形が変わった。素敵な風吹いてくるから。人生は目的停車、ゆっくり走れば楽しみ増える。笑った友達一緒に旅しよう。前にある。できることからコツコツやろう。誰かが見てる。正義が勝つんだよ。願いは叶うよ。自分を信じて。悲しみ時々あるけれど、感謝の気持ち伝えていこう。暗い夜空も輝くわ。綺麗な星、君を照らすよ。幸せは意外な場所で、君を待ってる微笑みながら、泣いたはずだけ優しい人になる。皆様、 CH 列車にご乗車いただきありがとうございました。車掌ひとみ、運転手千歳、年中無休で皆様をお待ちしています。最後に皆様に謎謎です。ミステリー、満員電車に乗っている鳥はどんな鳥でしょうか。わかるかな。答えがわかったらまた CH 列車に乗りに来てくださいね。それでは帰ろうか。
師匠、どこに帰るんですか？イエーイ。いや、なんかこうしんみりしちゃいましたね。そうですね、なんか師匠がね、すぐそこにいるような感じ。師匠はそうですよね、まあ80歳過ぎても本当に元気で。そうですね、記憶力がとにかくいいんですよね。そうですね、あのもうレコーディングの時などはほとんど歌詞を見ない、歌詞カードをね全く見ないですね、いらっしゃって。そうですね、まあ、実際師匠ね、あの晩年はかなり目が ね、うん、ね、あのあんまりよく見えなかったので、うんうん、ものすごいルーペみたいのであの見てたんで、歌詞カードとかが読めないって言ってましたね。そうですね、なので音で聞いて全部覚えちゃう。素晴らしい方ですね、努力されてね。うん、声もね全然なんか伸びて、はい、80を過ぎてるような声には感じないですよね。若々しい素晴らしい声だったなっていうふうに今更ながら思いますけどもね。はい、そんなこんなでございますけども、じゃあ、曲の前にお出ししたなぞなぞですけどもね、弾を打ち返すのが得意な虫でしたっけ。 虫です。虫は何でしょうかという問題でしたけども、ディレクター分かりましたか。はい、じゃあ答えをお願いします。バッター、当たりです。正解。バッターなんて言いますもんね。バッターは、ボールを上手に打ち返します。はい、ということで今日はバッタが正解でした。はい、ではリスナーの皆様に、今日の株式会社ナウンドから本のプレゼントでございます。英会話をマスターしたいという方多いんじゃないかと思います。2週間で簡単に英語がマスターできてネイティブ発音ができるナタミラクル瞬間英会話、江中ひとみちゃんもね英会話体操で DVD に出演しております。はい、この本を今日は5名の方に、はい、そして、はい、番組からは可愛らしいトートバッグを1名の方に差し上げたいと思います。では応募のメールアドレスお願いします。はい、 mail@775fm.com、 mail@775fm.com までご応募ください。お待ちしております。お願いします。では続いて人気コーナー、江中ひとみと語ろう。はい、今日はですね、お正月に皆さん食べたかな、お餅について。お餅、お餅、はい、お餅好きですか。お餅、お餅はそんなに好きっていうほどでもないですけどね。あ、本当に、はい、そうなんだ。大好きですか、ひとみちゃんは。あ、そうですね、好きな方かもしれないですね。あの必ず某中野の梅屋さんっていうところで、はい、あの中野北口サンモール商店街をしばらく行ったら右側にね、甘味所梅屋というのがあります。はい、必ず頼むのがあのお餅入り田舎しるこ、はい、はい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 、はい、これがまた美味しいですよ。あそこは絶品ですよね。はい、中野に行ったら皆さんぜひ立ち寄ってほしいと思います。はい、じゃあ今日はお餅について。はい、お餅、お正月にお餅を食べる理由、これがあるんですね。うん、お雑煮にね入れますもんね、お餅は必ず ね。あれお餅以外入れてる地方ってあるのかな。お雑煮にですか。はい、あのパンを入れてるとかおせんべいを入れてるとか。多分お雑煮はお餅なんじゃないでしょうかね、全国。そうだよね、うん、形はとか大きさはいろいろあるかもしれないけど、ね、中にあんが入ってるとか丸いとか四角あるかもしれないけど、お餅だよねきっとね。お餅ですねきっとね。うん、お正月お餅を食べる理由としては、はい、平安時代から行われているんですね。結構古いんだね。はい、歯固めの、儀と由来されてまして、はい、お正月に固いものを食べることで歯を強くして長寿、それから健康を願う行事なんだそうです。ああ、そうか、お餅を噛むのはね、こうしっかり噛まないといけないんで歯が強くなるということで、まあ、最近のジャンクフードとかみんな柔らかいからね。柔らかいですよね、飲み込む感じも多いですもんね。しっかり噛むってことがこめかみを動かすので、そう、あのなんていうんですか、脳にも刺激を与えるのでボケ防止とか、うん、そう、あの特に小さい子なんかは頭が良くなったりもするらしいので、そう、噛むってことはしっかり噛むっていいことだと思いますね。うん、でなんかよくちょっと聞いたことがあって、うん、あの今の子はゼリーだったりプリンだったり、うん、本当にあのあまりこう顎を動かさないよね、使わないらしいんですね。うん、なので今の子は男性でも顔がシャープなんですって、こう
あのエラが張ってない子が多いらしいんです。なるほど、硬いもの食べてると顔がホームベースのようにこう五角形みたいになっちゃうんです。なんかそれは本当のことなのかよくわからないのですが、いや、でもあるかもしれないですね。使えば発達しちゃうかもしれないので、やっぱりこうよく昔の方とかは硬いものを噛んだりとかして、うん、よく口を動かしたので顎が発達して結構エラがこう張ってきた人が多いっていう話もありますね。しっかり噛んだ方がね、こうめかみ動かしてなんか、うんうん、脳の刺激も与えるし絶対いいと思いますよね。で丸飲みするとやっぱりね、うん、消化にも悪いですから胃腸にも負担がかかりますし、まあ、お餅のいいところはそうやって噛むところなんですけど、一方やっぱり喉を詰まらせちゃうとかそういう危険性もありますので気をつけてほしいですね。誤嚥性肺炎とかね、はい、食べる前にしっかりパタカラ体操をしてからお餅を食べてください。パタカラパタカラ、これを3回唱えて食べてみてください。パタカラパタカラというふうに、ね、言ってから食べてください。はい、BGM が流れてまいりました。おぼろ月夜1億の夜を超えて、これに乗せてお餅の話はさらに続きます。はい、大晦日までにその年の物産のものをお供えするという行事なんですけれど、お正月ってね、うん、その得たものを下げて、お餅とともにお雑煮として食べたそうなんです。だけどこの食べる日が決まってまして、はい、鏡餅ってありますでしょ。何段かにしますよね。普通2段なのかな、だから3段のとこもありますよね。3段のとこもあるんですけど、上にこうみかんとか何金柑とか乗ってるやつですよね。そうですそうです、はいはい、そうです。でね、鏡開きの日まではこれは毎年1月11日なんだそうです。この日は食べていけないんだそうです。飾っとくわけですね、はい、なんか年神様がそこにいらっしゃるので、はい、年神様がやっぱりいらっしゃる間は食べてはいけなくって、1月11日を過ぎたら割ってそしてそれをねお雑煮にしたりとかして食べるそうですね。今はね真空パックなのでね、そうなんだよね、こう1月11日になっても全然ひび割れるっていうことはないんですけど、昔は普通のお餅を重ねてたんで、もうカビは生えてくるし、ピキピキにこうひびが入るんだよね。でそうするとまあカビを取ってパキパキ割ってさ、お汁粉にしたりとか、うんうん、あとは揚げておせんべいおかきにするとかっていうのをやりましたよね、鏡開きの日に ね今は本当に真空パックだとね、なんか味気ないですよね、うん、味気ないくなっちゃいましたね、うん、それでお餅ってやっぱりあんこ餅だったりお醤油餅だったりすると思うんですけど、うん、ここでちょっと簡単なレシピを皆さんにご紹介したいなって。お餅を使った美味しいお料理をひとみちゃんが皆さんにご紹介します、はいはい、とっても簡単です。そのまま食べるじゃないでしょうね、はい、ですね、餅は、まあ、今真空パックになってたりするんですけれども、はい、ちょっと食べやすい大きさのものを買った方がいいのかな。でグラタン、もしくはあれですかね、包丁で切ってもいいのかな。包丁で切ってもいいですね、はい、でそれを食べやすい形に切ってグラタン皿に入れます。グラタンのお皿に入れるわけですね。そうですね。そして、600ワットのレンジで1分くらい加熱してみてください、はい、一応エンディングのテーマがもう流れております。水色の自転車に乗って、はいはい、まだお餅の話は続きます、はい、そしたらですね、柔らかくなりましたらウインナー、市販の何でもいいです。ウインナーは2本くらいかな、うん、それを食べやすい形にやっぱり切っていただいて載せます、はい、そしたらです、ここで隠れて焼くだけグラタンソースっていうのが売ってるんですね。あ、はいはいはい、どこのスーパーでも、まあこんなまあ、お餅を電子レンジに入れるからもう完全に溶けちゃって、もうさ、グラタンのソースって本当は手作りで作るんですが、うん、はい、ここがポイント。早く食べたい方、はい、あまりこうね時間かけたくない方、グラタンソースっていうの売ってます、ね、はいはいはい、ありますね、はい、それをかけます。上からかけて、はいはい、そしてそしたらば、うん、はい、オーブンで、オーブンで、はい、その上に、失礼しました、ミックスチーズ、はい、私が大好きなんで、グラタンの元の上にミックスチーズをバーッとこれでもかと大量リリースですね、はい、そしてレンジで、レンジで、はい、
焼くだけです。オーブンで焼くだけです。レンジしかない方はレンジでもいいんですけど、オーブンのある方は兼用の方が多いんですけど、オーブンの方がまあ美味しく出来上がるかな、より美味しいということで、焦げ目がつきます。じゃあこれ普通あのドリアっていうのはご飯じゃないですか、うん、そのご飯の代わりにお餅が入ってると思えばいいわけです。でソースを作らずに市販のねグラタンソースを使ってみてください。とても簡単で、まだもう一個はまだもういけないですね。もうあと10秒で言える。あ、バナナとですね、バナナと、はい、はい、あのチンした、うん、お餅をバターで炒めて食べてみてください。はい、はい、楽しみですね。これも楽しみです、はい、美味しいです、はい、では来週のマイラッキーチャンマンで See you。